你因为是你那个啊你啊对吧你怎么这么你算了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 だからなんでなんでいつもいつもそうなんだよなんでってなんでなんか喋ってよなんてあーお腹空いたな我想吃那个うどんけどセール現在没有啊だったらズズさんズズさん食べるズズさんはちょっとマックマックは行きたくないねどっちがいいファン还是麺イケメンだからつけ麺食べるごめんなもうご覧といてこっちはこそまあやっぱ喧嘩して思うけど日本と台湾の文化の違いが喧嘩になるのかなと思うやんなそうやろ文化の違いのせいだと思う二人はどっちも悪くないねそもそも文化の違いって何林今天要吃什么乌龙面还有寿司烧肉拉面披萨还好耶自助餐还好耶つけ麺荞麦面記念日は何食べようかな焼肉焼き鳥お好み焼きたこ焼きうどんラーメン何しようあ、緊張哦。跟你们介绍一下。啊，嗯，啊，嗯呢。哎，我是Lin的男朋友渡边渡。哎，你好，我是日本人。哎，你好。你叫什么？该讲什么？干嘛嘞？等一下吃什么？我知道那边新开一家新的普通话餐啊，听说很好吃，要不要吃啊？就是那个啊，乌龙面的店呢、啊？我是说乌龙面。哎，早安！哎，我吃完了，我要出门喽。哎，哎，いただきます。え、今から何食べる？お腹すいた？結構すいたね。うどんとか麺類どう？あり。だから女性先生、パンダも？え、以上是我们台日情侣之间的常见小事。我想每个情侣都有一些不同吧，但是虽然台湾跟日本的文化感觉蛮像，但是其实里面生活上发现有很多小差异。不过因人而异。如果你觉得这支影片很有趣，记得订阅我们的频道。也不要忘记按赞。如果你有任何意见或是想跟我们说的话，欢迎在下方留言。下次见，拜拜。因为你啊，你，じゃあうどんとかどう？あれ、麺類系。だから女性先生プレゼンも？それなんだよ。なんでいつもそれ。でもそれやりつけるの？でもでもそんな。いや太そうな、这个不行。いただきます。笑什么？